2度目の大火に見舞われて明日3週間となる旦過市場について店主らで作る復旧対策会議の総会がつい先ほど終わりました。今日の総会には4月と8月の火災それぞれの被災者が初めて合同で集まりました。懸案となっていた瓦礫の撤去について4月の火災から撤去を進める業者が引き続き行うことが決まりました。現在の作業の継続性などが主な理由です。追加発注の予算は3000万円で10月までに終わらせる見込みです。撤去費用はクラウドファンディングなどの寄付から賄う予定ですが、今日時点で集まっているのは1200万円余りです。一日も早くですね、瓦礫撤去完了してですね、再開すること、復旧することを目指して、取り組んでいきたいと思います。会議では出火原因などに関する風評が出回っているとして、正しい情報を知ってほしいと訴える店主もいました。